で、ここからが問題です。今ですね、福島市において非常にこうひどい状況が生じています。これは大波地区での、説明会の出来事です。大波地区はですね、事故当初から非常に高いその空間線量を示していたわけなんですが、それがその国の調査でも市の調査でも明らかだったんですが、半年以上放置されていました。で、9月3日にようやくその説明会が開催されたんですが、国および市側はですね、調査地点で 3.1 マイクロシーベルトパワー時を超過する箇所がないということを理由にですね、特定避難勧奨地点には指定しないという、そういった、結論をまず住民に対して説明したわけです。で、これはですね、子どもや妊婦がいる世帯についても同様であり、福島市は市民に対して除染への協力を求めたわけです。で、ところが参加した市民は非常に強く反発しました。で、市がまず最初に言ったことはですね、避難と除染という選択肢がある。しかしその避難というのは経済を縮小させてしまう。ですから除染を進めたい。で、皆さんも協力してほしいということをまず最初に言ったわけです。で、住民側はですね、いや、そうは言ったってその私たちは畑で長い時間を過ごしている。で、畑は測っていないでしょう。で、畑は4マイクロシーベルトパージを超えていますよ。あるいはその国は線量が下がってから測っているんじゃないか、指定されないというのは納得できない。あるいはその子どもたちはすでに内部被曝をしているじゃないかと、すぐに避難させてほしい。で、それからですね、山や畑の除染といったってそれは不可能じゃないか、除染でさらに被曝させられるというのは納得できないということを口々におっしゃいました。で、最後にですね、住民が万が一その将来がんになったときに東電は補償してくれるのかという問いかけをぶつけたときにですね、そこに居合わせた東京電力がですね、因果関係が証明できない場合は補償しないということを明確に言い切ったわけです。で、これはその大波地区の環境放射線モニタリングの詳細結果なんですが、国がその、基準として 3.1 マイクロシーベルトパージは下回ってはいるんですが、ご覧の通り軒並み、放射線管理区域、0.6 マイクロシーベルトパージ以上すべてそういった区域が広がっているわけです。で、これが福島の現在の実態なんです。で、こういう方々が、半年も放置されて、説明会では特定避難勧奨地点には指定されずということを説明されたといった状況になります。ただ一方でですね、国がやったその自動車走行サーベイなんかでもかなりこう 3マイクロシーベルトパージを超えるような地点もあるわけです。で、さらにですね、国および市はですね、除染を頑張りましょう、避難ではなくて除染を頑張りましょうということを言っているわけなんですが、これ大波地区のですね、大波小学校の通学路の除染のモデル事業の結果です。で、これは福島市自身がその、集計して公表しているデータなんですが、残念ながら、50センチメートル高にしても放射線の低下率というのは 11.8%、1メートル高で、6.7%、 つまりその除染をするから避難しなくていいというのは、これを見る限り全く間違いだ。除染をする間でも子どもたち、あるいは住民というものが避難するような、避難しやすい、避難できる環境を作るべきだということがお分かりかと思います。それでですね、これは、伊達市、南相馬市、福島市の子どもタイプに関する配慮の基準というものを比べたものです。この一般の住民に適用されるその 3.2 ないし 3.0 マイクロシーベルトパージも十分に高いわけなんですが、子ども妊婦についてはじゃあどうするんだ。で、伊達市、南相馬市の場合はですね、子ども妊婦に対する特別なその基準というものを設けているわけですね。一般よりはより厳しい、2.7 マイクロシーベルトパージ、あるいは50センチメートル高で 2.0 マイクロシーベルトパージといった基準をですね、子ども妊婦のいる世帯には用いているわけです。ところが福島市では今 2.0 マイクロシーベルト以上で優先的に除染をしますよというような、そういったことになっています。で、同じ状況が渡りでも生じています。福島市の渡り地区です。
で、マタリでもですね、ご覧のように非常に高い空間占領を記録しておりまして、何度もその説明会が開かれると言っていたんですが、ここも半年以上放置されている状況です。で、国がですね、特定避難勧奨地点のための、詳細調査というのを行いました。ただこれは問題はですね、渡利地区のごく一部で、計測したわけですね。で、ごく一部で計測して、その結果、2地点でですね、国としては高いと判断した、放射線量を計測したといった記事です。で、ただこの特定避難勧奨地点検討のための国の詳細調査なんですが、まず先ほど申し上げたように全域を測定したものではありません。で、そしてその除染直後の測定であったという点、で、それからその野外のみですね、玄関先1箇所、庭先1箇所を測ったのみだ。で、そしてその人、住んでる人たちの生活の実態に即したものかどうかというのは非常にこう機械的にやっているということですね。で、最後にですね、これ先ほど申し上げましたように土壌汚染については全く考慮に入れられていないという点で、大きな問題だと思っています。つまりその1地点の空間占領だけで、特定避難勧奨地点の検討のデータにされてしまって、非常にこう空間占領というのは、変動幅が大きいもので、長期的なその空間占領のを左右する土壌汚染というものが図られているんですが、それがその、検討の材料になっていないということが問題です。ということでですね、先般、袋の会、そして FOE ジャパンとかですね、神戸大学の山内先生、放射線計力の専門家なんですが、に依頼しまして、渡利地区の放射能汚染調査を実施しました。で、空間占領と土壌汚染両方を、調査しました。で、その結果なんですが、一言で言うと、やはりですね、国が測った地域以外でも多くの、非常に高い線量を示した場所が計測されました。これはその国が測ったところと同じなんですが、小倉地ですね、非常に深刻だと思ったのは、6月にも1回計測していますが、それ以降、場所によってはですね、空間占領が上がっている場所もあるということです。つまりその時間が経つにつれて、通常はその占領は下がるというふうに思われているんですが、地形ですね、土壌が溜まりやすいような地形の場所ではその、占領が上がってしまう。1メートル高で 2.68 が50センチメートル高で 5.2、5.5 マイクロシーベルトパー時といったような、値を計測しています。で、またその子どもたちが、よく遊んでいる神社があるんですが、そこではその50センチメートル高で 2.7 マイクロシーベルトパー時というのを計測しています。で、あるいはですね、ここは除染したばっかりの通学路なんですが、近くにある雨水マス、そして、住宅の前などで非常に高い線量を計測しています。で、あるいはその薬師町という場所のですね、水路、あるいは住宅のお庭ですね、ご覧のように非常に高い、1メートルでも 3.6 マイクロシーベルトパーチ、あるいは50センチメートル高で 5.6 マイクロシーベルトパーチといったような数字を、計測しました。それでですね、さらに深刻なのは土壌汚染の実態なんです。で、これについてはですね、あさっての水曜日に正式にその詳細を発表したいと思っているんですが、6月にも計測したんですが、今回の計測は6月の計測をはるかに上回るような汚染レベルの地点が計測されています。で、これはその国や市、あるいはその山内先生に依頼して行った調査を、チェルノブイリの、避難ゾーンと比べたものなんですが、避難の権利ゾーン、あるいは避難の義務ゾーン、場所によってはですね、特別規制ゾーンと一番高いレベルですね、そこまで計測してしまっているというような深刻な実態がありました。
で、 ですからですね、まあ、このままでは放置できないということで、ね、今の渡りの住民の方々が、まあ、行動を起こそうとしています。あさってにはですね、ちょっとまだ段取りができていないんですが、渡りの方々がですね、市や国に要請書を提出することを、まあ、検討中です。でそれから、8日の土曜日にはですね、まあ、大波地区のようにですね、また説明会が開かれます。でこの場で国および市はですね、おそらく正式にですね、特定避難対象地点には指定しませんよということをこの場で言い渡すものと思われますが、まあ、そうはさせないということで、市民の方々が今アクションを起こそうとしているといった、そういった、まあ、山場を迎えています。で最後に私のまとめなんですが、まあ、避難区域外で今生じていることですね、自治体がですね、住民の流出を恐れ避難をタブー視しているといった実態があります。で除染キャンペーン、除染は非常に重要なんですが、ただ除染をするから避難をとどめるということにはならないはずなんですね。ところがその自治体や除染キャンペーンによって住民を縛りつけるといった、そういったことを行っています。で、先ほども言いましたように、半年の説明会が開かれなかった上にですね、一方的に避難勧奨地点には指定せずと通告しています。でその結果ですね、住民たちは高い線量の中で不安を抱えた生活を強いられている。でこれはその子どもも妊婦の区別なしといった状況です。で女性への協力を求められるわけなんですが、その効果というのは出ていません。そして最後に今回のそのテーマにつながる話ですが、まあ、避難を選択しても、保障が払われるという当てはありません。で将来仮に健康被害が生じたとしても、東電がきっぱりと因果関係の証明できないものは払わないというふうに言っているわけです。つまり払われないというふうになことだと思います。まあ、こうした状況を私たちは絶対に見通してはいけないと思います。こういった住民の方々のですね、権利を守るために全国から支援の声を上げていかなければならないと思っています。ですから最後に、まあ、自主避難者、置かれている状況は同じだと思います。避難区域外だからといってその、賠償の正当な賠償を受ける権利というのが今のところ奪われた状況にあるわけですね。ですからぜひ避難の権利かつ確立に向けてみんなで声を上げていきましょう。ありがとうございました。